Escape Land! よし。はい、のびはざエスケープアイランド続きやっていきたいと思います。はい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 、ということでね、前回ね、究極の二択を迫られまして、森に行くか、研究所に行くかみたいな二択を迫られまして、僕じゃ決められないので、まあ、視聴者さんの意見でちょっと動こうかなと思って、それで終わったんだよね。で、まあ皆さんからたくさんのコメントをいただいたんですけど、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。ってことでね、まあ、意見的には、まあ研究所に行った方がいいみたいなのが多かったんだけど、結局森も気になるので森に行きます。結局なんかどっちも行った方がいいんじゃないみたいなコメントもあったので、まあ少数派の意見も取り入れたいということで、森に行きたいと思うんだけど、その前にね、ちょっと、なんかそういうところに行っちゃうともう二度とこっちには戻ってこれないっぽいので、一応ねやり残したことを何個かやっていこうかなと思ってて、まず一つ目ね、このパスワードの箱があるんだよね。ダイヤル式の金庫だ、正しい答えを入力すれば開くのだろう。これをスルーしていたので、これを解こうかなと思ってちょっと録画外でいろいろやってたんだけど、まあ分かったのでちょっと皆さんとやっていこうかなと思います。ここからは僕の自慢タイムですね。結構時間かかったんだけど無事解けましたね。まず、右にヒントが書いてあるんですよ。メモ帳に何か書かれている。チェアール賢者が村人の相談を受けた。その内容はテレビが映らないとのことだった。賢者は答えた。とりあえずチョップを入れてみなさいと。ってことでね、村人が言われた通りにした結果、新しいテレビが来て映るようになったとめでたしまう。わけわかんない。だからね、このテレビにチョップを入れなきゃいけないっていうのが多分ヒントだと思うんだよね。で、これパスワード式だから、多分チョップをなんか数字にしたりするのかなと思ったら全く違ってですね。これ、ね、装備を、バトルナイフとかに変えて、まあ、のび太のチョップをナイフ代わりに使って、これ攻撃ができるんだよね、どうやら。これに気づくのにね、すげえ時間がかかってですね、正直白目向きながらやってましたということで、無事に手に入れれます。金庫の中に何か入ってる。メリケンサポーター、ありがてえ。このメリケンサポーターはきっと装備だろう。なんか補助品とかじゃない？メリケンサポーター、あれ？メリケンサポーターない。メリケンと組み合わせ、あ、ちょっと待って、メリケンサポーターありました。はい、ここにあるのか。装備しているとメリケンでの反撃確率が。なるほどね。スペシャルにつけるのか。絶対ハイパーカスタムの方がいいもんな。いやー困ったな。困ったけど、ここはここハイパーカスタムにしとこう。一応ね、戦利品としてもらっとくのあり。あともう一個やり残したことがあってですね、何度も何度もメニュー画面で申し訳ないんだけど、なんかね、小さな鍵みたいのを手に入れてんだよね。箱程度の大きさのものに使われていそうな雰囲気だ。この鍵を多分使えそうなところが多分見逃してると思うので、それもちょっと探していきたいなと。やぶねえなてめえらよ。あ、ここか、小さな鍵。はいはい、体力増強剤、よしよしよし、手に入れました。よしよしよし、あ、これで無事にやるべきことは全部やった気がする。ちょっと邪魔だお前ら。お前らって一人やないか。はい、ということで無事やることも済ませたし、森に僕は行きたいと思います。ってことでレッツラゴーゴーゴー。変な掛け声で言っちゃったけど、まあ戻るだけだからね。てか多分こっちが正解な気がしないでもないんだよね。始まりが一応こっちからだったから、まあ、どっちにしてもこっち通らないと俺は帰れないと思うんだよね、脱出だから。こっち内側で合ってると思うんだけど、あー思い出の場所だ。ここで犬たちとゾンビ犬たちとかけっこしたな。いい思い出です、今となっては。いや怖いな、めちゃくちゃ怖くなってきた。震えが止まんねえ。こんな長かったっけ、なんか迷ってない、気のせいか。あ、こんな長かった、こんな長かったなら別にいいんだけどさ。あー、ここ、あ、なんかあるぜ、なんか落ちてる。体力増強剤、体力増強剤よく拾うな。あれどっちだっけ、こっちじゃないか。ここか。このまっすぐ行って、とりあえずここで俺は早速と脱出します。脱出してみんなとの思い出を。おっと。よし、僕から登れや。頼むぜ、ドラえもん。うん、よいしょ。あ、なんだ。あ、切ってきたな。化け物が危ない、ドラえ。何？お、どっちが？どっちが？ドラー！やばい。ドラが、やら、おぉ死ねぇ、嘘だろ。やばい、ジャイアン逃げるぞ。死ねぇ、クソ、バキモン。ジャイアン
嘘だろ。みんな、ドラえもん、チャンスだ。どうするこれ。うわー、やばいなこれ。え、ちょ、なになに、危ない危ない危ない。早いな早いな、やるな。舐めやがって。ちょっと待って、体力大丈夫か。あれ、ちょっと待って、まだ大丈夫、俺にはグレーだ。あー、オーマイガー、ガー、こいつらなべ、なぶり殺しに。はい、ということで見てもらえたらわかると思うんですけど、森はこの世の地獄でした。はい、森は完璧にこの世の地獄でしたので、もう研究所行きたいと思ったんですけど、編集中に一つ気づいたことがあって、なんかそのなんか地下研究所にいるなんか謎の協力者みたいなやつからなんかメッセージが多分前回の動画で来たと思うんだよね。で、その時にそいつから森と多分ね、屋上には行くなみたいなことを PS みたいので書かれてたの。おまけみたいな感じで。で、エレベーターで今屋上行けるので、ちょっと屋上にちょっと行ってみたいと思います。屋上に何があるのか気になっちゃうよね。屋上って多分あれだよね。なんかトカゲ？透明になるトカゲと多分戦った場所だよね。だから、まあ、あいつの死体があるか、なんか別の何かがまたいるのかよくわからないけど、いたら倒せばいいしね。世の中ってそういうもんでできてるから、基本的にさ。ん？なんか嫌な予感。ボス戦か。お、なるほどね。ほう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 。あ、こいつちょっと待って、色違う。おもろいやんけ。お前みたいなんと戦ってみたかったんや。何、避けられたで。しかし、お前はジャンプしたら隙ができるんや。甘く。あ、やばい。やばいやばい。殺されるかも。いや、まだ体力 20% じゃないから大丈夫。とりあえず、この黒いやつはやる。やっつけます。あー、やばい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 。ぶね。いや、俺はここに全力注ぐわ。何のために回復薬を使わなかったのか。このためだよ。俺はこのためだけに、多分。生き残ってきたみたいなところあるから、よし、ここで特殊技能使おう。ピンポイントショットだよ。グレランでピンポイントショット。あ、ちょっと待って、出血してる、もしかして。伸びお前出血してる。あ、してないよな。ならいいんだ。おらや死ね、化け物。おら行って、おらや死ね。おい、よし、一体倒した。よし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 、余裕だぜ。たまにはこういう白熱した戦いをみんなにお届けするぜ。おい、黒いやつが動き止めた。よし、黒いやつを倒して。待て。あと1体余裕だな。ここまで来たら余裕だぜ。ピンポイント使って終わりよ、てめえなんてよ。おれおれ、さすがに強えな。おれ、全滅だよ、なめんな。ドレインナイフ、ちょっと待って、ドレインナイフって名前からしてちょっとあれじゃないの、回復系のやつじゃない。ちょっといい、敵の体力を吸収する特殊なナイフ、切れ味が悪い。皆さん来ました、これです。僕はこれが欲しかった、ドレインナイフ。今日からお前が、無理だろ。ちょっと待って、よく考えたら俺無理だ、ナイフダメだよ。これあれだな、まだだ、俺のタイプじゃないが。はい、てなわけでやることやったんで、地下研究所行きましょうか。はい、この先に進んだら引き返そうにない。やり残したことはさすがにないと思う。さすがに全部のことをやったと思うので、地下に行きましょうか。さすがにね、もう行っていいと思う。なんかやっぱり人間って、やりきったと思っても実はやってなかったりすることあるけど、そんなこと考えてたらラチあかねえからな。うわ、どうした、伸びた。ごめん、急に足から力が抜けて。なんで、これからだぞ多分勝負。仕方ないね、普段はこんなに体を動かさないし、僕もそろそろ限界だ。すねよ、お前はそんなこと言ったら誰だ。お前主役でもねえのに、お前は何を背負ってんだ。本当にすねわな、負け者だな。お前ら揃って体力ねえな。まだまだ先は長いんだぞ。そうだぞ、ジャイアンの全部言う通りだ。さっきのメッセージでは、近くに休憩室があるって言ってたね。一
とまずそこで休もう。そっか、休憩。いやでもあいつの言葉信じていいのかっていうのもあるけどな。まあ確かに屋上も危険だったし、森も危険だったから、まあ、信じてもいいのか。ごめんみんな、こんな時に動けなくなって。謝るのはいいから休憩しておけ。また動くんだからな。無茶すなよ、スネオモダ。もちろんだよ。もうジャイアンのさ、リーダーシップ感がすごいわ、もう。さすがだ、ジャイアン。動けるのは僕とジャイアンの二人か。本当に怠け者の二人だな、こいつらは。どうしたドラえもん、何か気がかりでもあんのか。やっぱり、この地下空間の状況を少しは把握しておくべきだと思ってね。地下探索すんの？やめようよ、ドラえもん。メッセージの主は迎えに来るとは言っていたけれど、迎えに来るんだったらいいじゃん、もう。万が一の場合に備えて、周囲くらいは調べておいた方がいいと思うの。やめとこうぜ。いやいや、しめじゃねえ、ドラえもん。まあ、何もないけど。ドラえもん、一人で悩むことはないよ。いや、お前のせいでみんな休んでんだからな。何ドラえもん、ドラえもんの心配してる感出しちゃってんの、お前。腹立つな、お前。確かに。いろいろと不安なことはあるけれども、一人で悩んでたら気がめいっちゃうよ。いや、お前のせいだから。お前のせいでなんか探索しようみたいな感じになってるから。のび太の言う通りだぜ、ドラえもん。せっかく今まで無事だったのに、大怪我なんかしたら目も当てられねえ。それに見知らぬ場所を動き回って下手に動いて迷ったら。そうだな。ま、行くにしても、22で別れた方が俺はいいと思う。なんか落としたな。どうする？近いな。あのメッセージの地下は、危険という言葉に嘘はなかったわけだ。どうする？やっぱりワンダよ。少しだけ様子を見てくる。ドラえもん。大丈夫だよな、のび太くん。僕は22世紀の科学の結晶。そうそう負けるわけがないよ。いやいや、森で一瞬で死んでたから、お前。お前は森で一瞬で死んでたんだよ。それに少し見てくるだけだって、すぐに戻ってくるよ。むしろ不安が増したよ、ドラえもん。もう無理だ。死んだよ。頼むぜ、ドラえもん。ちょっと待って。ドラえもん一人で行かせる気？ジャイアン動けるんだろ。いや、お前行った方がいいって、絶対。迎えに来るっていうやつがどれほど頼りになるのかもわからねえし。俺たちはここを守っておくぜ。いや、守る必要ないじゃない。休憩室だよ、だって。何かが襲ってきても、三人がかりでやられることはないで。いや、二人戦闘不能だろうが。実質一人だろ。いやいやいや、22で別れた方がいいって、絶対に。ドラえもんは迷うから。お前らが思ってるより、ドラえもんは無能だよ、みんな。あんまり奥に行きすぎるなよ。うん。それじゃあ行ってくるよ。え？嘘だ、ドラえもん行かせんの。最低だな、お前ら。お前ら友達一人で行かせんだ。ほんとゴミクズや。あ、俺かい。あ、俺なんだ、ドラえもん。